かった、早めに来たんで、もう乗ってよ。さあ、ダウン、ここにあった、これだ、こうジャンプがないですね。よし、で、次がちょっと、はい、しょう、もうちょっと見てる、よいしょ、お、ちょっと色が違うんやね。へぇー、はい、よいしょー、着いたー、で、これでいいかし、よいしょ、よいしょ、よいしょ、さあ、ということでね、東駅まで来ましたけど、伊賀鉄道が出発するまで20分ぐらい時間があるみたいなんですね。まあ、せっかくなんで、ちょっとどっかで落ち着いて。一駅歩けるのかな？ちょっと歩くとしんどそうなんだよな。なんか10分ぐらいで行けそうなんで、行ってみようかな、新駅。ナビ入れて、ちょっと行ってみようかな。よし。そんな近いかな。うん。まずは南進んで、伊賀上野駅もこんな感じなんですね。上野市駅の方がね、メインですもんね。あれですよ。この道をもうすぐと、もう1キロ切ってるらしいもん。近いな。あ、こんなところの主演駐車場があるんだ。こんな辺りのやつになってくるとね、結構地図に乗ってなかったりするんですよね。1回500円ね。あ、ちょっとあんまり罪に入れておきましょう。車使ってくるパターンの場合だと、上野市駅の方あたりの方の確かに使い方がいいですからね。よいしょ。本線とずっと行くんですね。いや、ちょっと面白いわ。ここだと、JR とか非電化でローカル施設の方が電化っていうね、不思議な現象を見てますよね。まあ、伊賀鉄道はもともと近鉄ですからね。この辺りの表示も近鉄のあれですよね。風とか今度あたりのね、大きいも。面白いのが、あそこ線があるか分かりやすい。
近鉄でね、これあたりの近鉄で、しかも大阪線沿線から伸びてるところなんで、もともと昔から近鉄って大阪線は標準機だったんですけど、実はここは昔から近鉄ですけど狂気なんですよね。面白い、向こうの JR と一緒の、いやこっちか、確か昔は JR と直通してなんか貨物列車の運用とかあったのかな、確かそんなような言われだったと思いますけど、本当にこっち方面で言いたい、東の方面だね。